どうしさ、いつもの頼むよ。はい、少々お待ちを。今州の人々にとって茶はもはや生活の一部。茶屋の朝はいつも忙しい。やっぱこの味に限る。しまった。丹念かつ完璧に、それが彼女のやり方。確かにいい茶だが、あの運転茶には遠く及ばない。それはどうやって入れるのだ。金堂が再現してみせよう。いい心がけだ。ならば教えてやろう、運転茶の素晴らしさを。第一に水、それも朝焼けのグルッポが頭の葉っぱに乗せた水を使う。驚かせてはいけない、でないと品質が落ちてしまう。第二に茶葉、断崖絶壁にある青葉鳩の巣で採れる新芽が望ましい。最後に茶を奉じる薪、これには氷ヶ崎の老木を用いる。だが噂ではこの木が生える森に凶暴な獣が潜むとも聞く。強敵か。望むところだ。風を受け入れ飛べ。見えた。沈まれ。清め天地を我が身に。体中に巡る火を形にして、この手に集え。つまりだな、こんなボロ茶屋に運転茶など出せるわけが。運転茶を入れてみた。お客さん、一口いかがかな。これはあの時の、あ、いや、それよりももっと深く広く。今日も一つ勉強になった。また君か。待てー。食いぶちを稼ぐための仕事、それもまた修行である。